はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ、 MLB の今季開幕まであと1ヶ月ほどに迫りまして、先日は私が個人的にブレイクに期待している選手をピックアップしましたが、今回は私が個人的にバウンスバック復活に期待している選手をご紹介していこうかなと思っています。世界最高のリーグで結果を残してきた選手であっても、時に思ったような成績を残せなかったりするのが MLB の厳しさでもあるわけですが、それでもこの選手なら今季またしっかりと活躍してくれるんじゃないか、昨年もそういった感じでバウンスバック候補を何人か同じようにピックアップして、で結構当てることもできましたので、今年もそうなってくれるといいなと。今回は個人的に期待しているバウンスバック候補7人をご紹介しますので、早速その選手たちを見ていきましょう。はい、まず1人目はレッドソックスのクリス・セール。セールは昨年が本来だったらトミー・ジョン手術から本格復帰を果たす1年となるはずだったんですが、1年間で3回も骨折するアクシデントに見舞われ、結局シーズントータルで5回3分の2しか投げることができませんでした。まあ、そのうちの一つは本人の自転車事故でしたので、アクシデント全てが全て不運で片付けられるものではないものの、とはいえ1年間で3回も骨折するのはまず起きることでもないですし、ある意味去年で全ての不運は出し切った、さすがに今年はちゃんと活躍してくれるんじゃないのかなと。一応トミージョン手術から復帰した2021年以降、健康に投げられている時は11先発で防御率 3.17 と内容も悪くはなく、また2020年の手術からもだいぶ時間も経ちつつある点、本来のセールらしいピッチングを健康であれば見せてくれる可能性は高いんじゃないのかなと。レッドソックスとしても先発陣からマイケル・ワカとリッチ・ヒルが抜け、その他先発陣に不安も多い中で、チームとしてもセールが先発の柱として活躍することに期待しているでしょう。今季見事にバウンスバックする年になってほしいですね。2人目はホワイトソックスのランス・リン。リンは2021年サイ・ヤング賞投票3位にも入った好投手なわけですが、ただ昨年は膝の怪我で開幕出遅れ、さらに成績面でも21先発で防御率 3.99、 ベースボールレファレンスサンスのウィンザボリプレイスメントでも 0.8 とちょっとピリッとしない内容に終わってしまいました。特に前半戦の防御率が 7.50 と全く彼らしくない内容で、今季が36歳のシーズンであることを考えると年齢的な衰えが来ているんじゃないかとも考えてしまいそうですが、ただ後半戦入ってからは彼らしいピッチングをしっかり見せていまして、14先発で防御率 2.52、 後半戦入ってからは彼の投球の軸であるフォーシームの非 WOBA が2割4分4厘と2021年並みの水準にまで改善し、各球種のスピン量も後半戦入ってアップしていましたので、もしかしたら膝の怪我が前半戦のスランプの原因だったのかもしれませんね。昨年後半戦の状態を今季も続けることができれば、リーグトップクラスのパフォーマンスまだまだ期待できるでしょうし、そうなればホワイトソックスにとっても大きいでしょう。3人目はドジャースのノア・シンダーガード。昨年トミージョン手術から本格復帰を果たし、エンゼルスと年俸2100万ドルの1年契約というエース級の待遇でチームに加入しましたが、ただシンダーガード自慢の速球のスピードがとうとう1年間戻らず、25試合で防御率 3.94、変化球主体で攻めたりなどシンダーガードの新たなスタイルを示したりもしていましたが、奪三振も大幅に減ってしまい、物足りない結果であったのは事実でしょう。ただそんな中でもシンダーガード打球関連の指標はまずまずで、平均打球初速とハードヒットの割合は MLB 上位 20%、 彼の強みであるスピードがない中でも勝負できるよう努力した跡が見え、特にシンカーがかなり効果的ではあったのかなと。もちろんね、そうは言ってもかつてのようなエースの姿を取り戻すためにはスピードはやはり不可欠。シンダーガードはこのオフ急速回復に向けて様々トレーニングを重ねたようで、この春のオープン戦ではまだそこまでのスピードは出ていないみたいですが、オフの間は96マイルくらいは出ていたみたいですね。またそもそもとしてドジャースのようなチームが復活の見込みがない選手に1300万ドル払ったとは思えず、スピードの回復と合わせて MLB 最先端に近いチームがいかにこのシンダーガードをアレンジするのかもまた注目ポイントでもありますね。4人目はレッズのウィル・マイヤーズ。かつては球界屈指のトッププロスペクト、オールスター選出経験もあり、大型契約も結びましたが、ただ近年はなかなか結果が出ていない印象も強いですよね。今年はレッズで再起を図る年となります。昨年は怪我もあって77試合で打率2割6分1厘、ホームラン7本、 WRC プラスも104とリーグ平均程度でしたが、このホームラン7本というのも仮に打者に非常に有利なレッズの本拠地で1年間プレーしていれば15本と倍増しますので、単純にレッズに移籍するだけでまずはパワー面の向上に期待が持てそう。これがまず一つ大きそうかなと。打球関連の指標はそこまで良くはないものの、バレル率は平均以上くらいはありますので、全てがうまくいけば昨年のブランドン・ドルーリー的な感じでレッズで20本以上打つマイヤーズをもしかしたら見られるかもしれません。またマイヤーズは昨年前年比で結構ライナーを増やしていまして、そのおかげで三振の多さの割にアベレージが残せたと思うんですが、このトレンドがレッズでも続くのであれば、三振の数次第ではアベレージ面ももう少し期待できるかもしれません。
5人目はツインズのジョーイ・ギャロー。2021年夏にヤンキースに移籍してから何もかもがうまくいっておらず、昨年は打率1割6分、OPS6 割3分8厘、ニューヨークの環境、特に成績を残していない選手に対するファンやメディアの反応の厳しさと明らかにマッチしていない感じも強く、ヤンキースから半ば追い出されるような形でシーズン途中でのトレードとなってしまいました。ギャロのヤンキース時代のスランプはかなりメンタルの部分も大きかったようで、大都市を離れてプレッシャーに過度にさらされることなく、ミネソタでまずは再びのびのびとプレーできれば、ギャロの良さをもしかしたら取り戻せるかもしれないのかなと。またギャロは打者のタイプからしてホームランを除いたインプレー時の打率 BABIP が低くなりがちなのは仕方ないにしても、昨年の BABIP2 割1分9厘は彼のキャリア平均と比べてもさすがに低すぎで、かつ今季からは大胆な守備シフトに対しても制限がかけられますので、成績が上向く要素はまあまああるのかなと。やっぱり個人的にもギャロのような極端な選手は好みですし、いい意味でもギャロらしさが返ってくる1年になってほしいなと思っています。ここからは昨年マリナーズでプレーした選手を2人ほど、まずはオリオールズのアダム・フレイジャー。フレイジャーは2021年打率3割5厘とハイアベレージをマークし、オールスタースタメンともなった選手で、マリナーズとしてもアベレージを残せるリードオフマンの役割を期待していたでしょうが、終わってみれば打率2割3分8厘と全く振るわず、もともと長打力があるタイプでもないため、バッティング面では残念ながらあまり貢献できない1年となってしまいました。そんなフレイジャーですが、ただ昨年は少しアンラッキーすぎた側面もあり、BABIP2 割6分8厘は彼のキャリア平均と比べてもかなり低く、キャリアでも2番目に低い水準でした。スタッドキャストの予測打率は2割6分2厘と実際の打率よりもだいぶ高いので、やはり運が悪かった側面は少なからずあるのかなと。また打者に厳しい環境であるシアトルを抜け出し、比較的打者に優しめな球場も多いエール東地区でプレーできる点もフレイジャーにとっては好材料かなと思っていまして、2021年ほどのアベレージは難しいかもしれませんが、それでも今季2割8分2割9分くらいのアベレージはもしかしたら期待できるかもしれません。打球のスピードが速いタイプでないにもかかわらず、昨年フライが増えてしまった点もまたアベレージを下げる一因だったかと思いますので、ライナーを量産するスタイルに戻してオリオールズ打線を支えてほしいですね。そして最後はブルワーズのジェシー・ウィンカー。マリナーズから見限られてしまいましたが、今季ぜひとも復活してほしいバッターです。MLB 屈指の強打者として活躍したレッズ時代の実績を買われて、昨年春にマリナーズへトレードとなったこのウィンカーですが、シーズン通してなかなか調子が上がらず、打率2割1分9厘、OPS6 割8分8厘、そして WRC プラスが108と、攻撃面でキャリア最低の1年となってしまいました。ウィンカーに関しては1年間怪我を抱えながらのプレーが悪影響を及ぼした可能性はあり、オフに入ってから膝と首の手術を受けています。これで健康面の不安が払拭できたなら、またレッズ時代のようなバッティング見せる可能性ありそうですし、またマリナーズの本拠地 T モバイルパークは昨年ベースボールサマントの左打者のパークファクターがぶっちぎりの最下位でしたので、フレイジャー同様彼もまたシアトルを抜け出した恩恵は受けそう。ブルワーズの本拠地のパークファクターはリーグ平均程度でありますが、それでも T モバイルパークと比べたら随分マシな環境のはずです。またウィンカー、昨年8月1日以降の打球の質も加味した XWOBA は3割5分3厘と、実はこの期間カルローリと同じでそこまで悪くはなかったと。もちろんズバ抜けた数値ではないにしても、少なくとも良くなる兆しはこの期間見えてはいたと考えられそうなので、新天地で新規一転、また彼らしいバッティングを思い出すことに期待したいです。という感じでバウンスバック候補7人を見てきましたが、いかがだったでしょうか。今回ピックアップした選手たちにとって本当に復活を印象付ける年となってほしいですし、特に昨年マリナーズでプレーした2人にはぜひ頑張ってもらいたいところです。そして前回のブレイク候補に続いて、皆さんが期待しているバウンスバック候補も読むのを楽しみにしていますので、ぜひコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。